皆さんこんにちは。ニールセレクトショップの玉江と言います。私たちはインターネットでですね、腕時計の販売をしている会社になります。このニールチャンネルという動画ではですね、主に新作の紹介ですね、こんな時計出ましたよという紹介とか、また、新しい機能が追加されたよとか、そういう、お客様が、時計をね、お買い上げいただく際に参考になるような情報をどんどん発信していきたいなというふうに思っています。よろしくお願いします。今日はですね、オリエントスターですね。久しぶりに紹介させていただくんですけれども、オリエントスターのフラッグシップとも言えるようなね、この、コンテンポラリースケルトンって言いますけれども、機械式時計なんですけど、裏蓋がスケルトンならね、結構良さあると思うんですけど、表までスケルトンになってるっていう、フルスケルトンのね、シリーズを、オリエントスターずっと連綿とか出してきてるんですけれども、それの最新作ですね。日本の時計メーカーっていうと、やっぱり真っ先にね、皆さんこう想像するのは、セイコーとか、カシオ計算機とか、磁石が有名ですからね。で、あとはシズン時計ですか。日本の三大時計メーカーでこの辺が入ってくると思うんですけど、オリエントって3つのね、大きなメーカーさんから比べるとちょっと小ぶりではあるんですけれども、スタートはですね、1950年なんですね。東京の多摩市ですか。あそこに多摩ケーキというのがスタートしまして、そこが時計を作ってオリエントになり、オリエントは今エプソンさんと一緒になって、エプソンさんの資源を使ってさらなる発展を遂げようとしているところなんですけれども、2017年やったかな、オリエントとエプソンが一緒になったんがね。で、そこからさらにこう進化を遂げていると、今そういう段階ですね。この表も裏もスケルトンね、フルスケルトンっていうのも、オリエントの代名詞と言えるようなシリーズなんですけれども、一番最初にスタートしたが1991年に表も裏もスケルトンのフルスケルトンのモデルを初めて出したんです。で、世界中はなんじゃこれやと、びっくりしたというところからですね、2022年か、今。だから30年もフルスケルトン出し続けてるんですよね。このオリエントスターという、シリーズも去年70周年なんですよね。だからすごく歴史の長いシリーズに、そう、30年の歴史を持つフルスケルトンが出てきたと。オリエントスターの中にコンテンポラリーシリーズっていうのがあるんですけど、これが今一番オリエントが力を入れてるシリーズなんです。コンテンポラリーやから近代的なみたいなイメージになるのかな。ちょっと英語間違ってたら申し訳ないんですけど、今回はフルスケルトン、コンテンポラリーシリーズのフルスケルトンですよ。いろいろ言うと英語になるけど、オリエントの、オリエントスターのコンテンポラリーシリーズのフルスケルトンということで、何が言いたいかというと、オリエントさんがめちゃめちゃ今これ気合い入れて作ってきたよというフルスケルトンなんです。発売は11月10日になりますので、お届けするのは、11月10日になります。今ちょうど予約受け付けてるところですね。今回は言うとこいっぱいあるんやけど、宇宙がテーマなんですね。宇宙がテーマで、銀河をイメージしたシリコン製の雁木車とか、ちょっと水星をね、イメージしたデザインが施されてたりとかしてます。お値段ね、341,000円なんですけれども、高いやんけと思うかもしれへん。だけど、舶来物のフルスケルトンとかやったら100万ね、着るようなものどこにも売ってないわけで、このフルスケルトンの何がすごいねんっていうのをね、ちょっと申し上げておくと、裏蓋のシースルバッグっていうのは結構あるじゃないですか。でも見せるということは、結局、そこ装飾施さなあかんのですよ。だから、全く見せへんつもりのムーブメントやったら、装飾施さんでいいんですよね。シースルバッグのムーブメントやったら、見える裏蓋だけ装飾したらいいんですよ。表は装飾せんでいいわけ。だから、研磨もする必要ないし、磨き工程なんか全くいらなくなりますよね。だから、手間がどんどん増えていくんです。だから、表も裏もスケルトンにしよう思ったら、結局、ムーブメント全部きれいにしなあかんっていうのが、一番手間がかかるところやね。ぶっちゃけ、裏も表も、シースルーじゃない機械式時計持ってきてバラしたら見せるためのムーブメントじゃないから、やっぱり装飾はされてないですよね。それはやっぱり見せるということは表面処理も仕上げていかなあかんし、綺麗に見せなあかんということで、デザインの一部になっちゃうからね。それが一番難しいところだと思います。表もスケルトンにすることで視認性がね、どうしても落ちてしまうんです。ちょっとガチャガチャしちゃうからね。ムーブメントが見えてガチャガチャしちゃうんで、視認性が落ちると。それをいかに視認性をこう上げていくかというか、視認性も担保しながら美しいムーブメントを見せるかっていうところも、これ技術なんで、そこら辺がやっぱりなかなか難しいとこなんで、すべてのメーカーがこういうことをしてるわけでもないし、一部のメーカーしかできないし、できるメーカーはやっぱり手間暇かけて、そこに命をかけてるような、そういうシリーズなんで、そのロマンというか、開発、社とかデザインしてる人たちの思いとかをね、ぜひ受け取っていただけたらなというふうに思います。こんなね、フルスケルトンの手間暇かかる時計を出してくるオリエントなんですけど、オリエントでもともとちょっと尖ってるんですよね。王道を進むセイコーウォッチみたいな会社もあるし、例えば G-SHOCK っていうね、これも世界でものすごい有名で、メジャーですけれども、そういう、路線を行くという時計メーカーもあり。で、オリエントは機械式が得意なんですけども、結構安価なんですよね。オリエントの一番の特徴はコスパがいいってことなんですよ。結構安価で、手の届きやすいプライスゾーンで、機械式時計を出してくるっていうのがオリエントのいいところですよね。デザインも、
結構その国産でこんなあったかみたいな、まあこれもそうやけどね、これもそうなんやけど、なかなか国産メーカー、日本のメーカーが出せないようなちょっととんがったアグレッシブなデザインを結構出してくるので、海外では結構人気が高いんですよね。今回のこういうねドレッシーで、それでいてこうモダンでねスタイリッシュというような、まあこういうまあところがオリエントのまあすごく得意とするところですね。あんまり他社が真似できないような技術デザインやと思いますね。デザイン面はね、後でちょっと一緒に詳細なね部分一緒に見ていきたいと思うんですけれども、ちょっとその前にデザイン面じゃないところだけ説明しておくとですね、ムーブメントですね、これあのシリコン雁木車っていうのをね搭載している F8B61 っていう、まあ、最新ムーブメントですね。雁木車になんでシリコンを用いんねんっていう話やねんけど、まあ一番は軽いね、軽いことと磁気帯びしにくいっていうことで、結構重要なパーツである雁木車、まあ重要じゃないパーツなんか一つも入ってんねんけど、機械式時計って、すごい結構重要なパーツである雁木車にシリコンを使っているムーブメントです。このまあムーブメントは70時間持続するんですね。だからフル充電で巻き上げた状態で置いといたら、まあ70時間動き続けてますよっていうことです。70時間ってね、もう私これはグランドセイコーの説明でも何回も言ってるけど、まあ金曜の夜に帰ってきて、時計外して置いといて、で土日ちょっとカジュアルな時計つけて遊びに行って、で月曜日の朝またよし仕事行くぞ言ってつけた時にまだ動いてるってことなんですよ。だからいちいち月曜の朝毎回その時間をしたり、呼び合わせたりする必要がないというのが、まあ70時間持続するというところの一番のメリットですね。オリエントスターがね掲げているお客様に提供するね3つの喜びっていうのがあるんですよ。今回ね皆さんにご紹介しておきたいなと思うんですけれども、1つ目がまあつける喜び、だからまあオーナーとしてねこれをお買い入れいただいて、オーナーとしてつける喜びをご提供したいと、まあ、どういうことかというと、まずは信頼のあるメイドインジャパンですよね。全て日本で作られてますから、メイドインジャパンになります。で、機械式時計なんですけど、これ職人さんが一つ一つこう手作りで作っていくんですね。機械でガチャンガチャンガチャンってなんかまあラインで作るんじゃなくて、一つ一つ職人さんがこんなつけて作っていくんですよ。ロマンですよね。そういうのを感じ取ってつけていただきたいと。満足感ですね。人の手で作られたこの機械式時計をつける満足感を感じてほしいというところが一つ目ですね。二つ目が見せる喜び。先ほども申し上げましたけど、なんせ表も裏も見せちゃうっていうことやから、ムーブメントをしっかりと磨き上げて装飾して見ていただいて美しいという芸術品みたいなもんですよね。まあ緻密な機構であるね、その機械式時計っていうだけでも十分魅力的なんやけども、見える部分を全てあの綺麗に磨き上げて装飾としても楽しんでいただける。そういうのが、まあ、二つ目のね、見せる喜びですね。で、三つ目が、つなぐ喜びということで、作り手からまずオーナー様へ繋いでいくと、この時計をね。で、オーナー様のもとで楽しんでいただくわけですけれども、機械式時計っていうのは、絶対に動き続けるんですよ。もちろんね、壊れたりしたらパーツ交換せなあかんけれども、電気の力を使ってないから、だからずっと動き続けることは間違いないんです。パーツ交換して修理さえすれば。なので、よく言われるのがね、オーナー様から、ま、お子様へとか、お孫様へとか、世代を超えて受け継がれていく、そういう時計なんですね。機械式時計と。ぜひ、そういうふうにしていただきたい。どちらかというと。それが、機械式時計の魅力の一番の魅力やと思いますので、この、ま、つける喜び、それから見せる喜び、そしてつなぐ喜びですね。これをまあ、オリエントスターはすごく大切にしているっていうところですね。ではですね、まあ、これは実際にね、しっかり見ていただいた方が、魅力が伝わると思いますので、詳細なところを一緒に見ていきたいと思います。ではですね、詳細見ていきましょうか。深宇宙ってことでね、深い宇宙とかで深宇宙、ディープスペースへの想起というのが、まあ、デザインテーマになっております。表面もこのね、スケルトンで全部見えちゃってると。いうところも、と、むしろもちろんシースルバックになってるというところですね。まず、このね、ここ、くじ位置のとこね、これルビー入って、今人工ルビーね、時空系の人工ルビー入ってるとこなんですけども、二つの を持つ水星のモチーフなんですよ、これ。で、ここ、こっちとこっちに尾がね、尾を引くような感じで水星が飛んでるというのをイメージしたパーツになってると。で、まあ、なんといってもですね、もうこのムーブメントの特徴はですね、雁木車なんで、シリコン製のガンギグルマ。これちょっとキラッとして、これね。今キラッとした青いやつ。これがガンギグルマ。シリコン言うと別に柔らかいシリコンちゃいますから、硬い素材で作ったシリコンなんで、このガンギグルマは、ちょっと針止めサンプルなんであれやけど、通常の時やったらこれカチ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 動いてるんですけど、このまあ心臓の鼓動のようにね、動くシリコンのガンギグルマは、天の川銀河系をイメージした渦形状。色がブルー色に加工されてますと。で、最近ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡から捉えた5億年彼方のタリン銀河
に最も近い形状であると。で、新宇宙を彷彿とさせるということなんですね。まあそんなデザインテーマになってます。ケースサイズですけども 39mm ですね。今も最も人気のサイズです。ちょっとつけてみましょうか。39mm ね。このぐらい。ちょうど日本人の腕にはこのぐらいがちょうどいいんちゃうかなというサイズ感です。今回これ自動巻きじゃないんですよ。ここにローターついてへんでしょ。これ手巻き専用モデルになってるんです。なので、薄いんですよね。薄さを追求できてる。厚みなんと 10.8 ミリ。なので、ものすごいね、収まりがいいんですよ。薄くて。ね、わかりますかね。すごく機械式時計やけども腕なじみがいい。ね、ローターない分やっぱすごく薄くできるんですよね。機械式時計は。で、日本製のね、高級時計で言えばやっぱこのザラつ研磨が特徴的ですよね。表面仕上げとこのヘアライン仕上げを使い分けてキラキラと輝きを出すと。ベゼルは全部表面仕上げですね。ケースは表面とヘアライン仕上げの2パターンで輝きを出すと。バンドなんですけども、結構ね、この中の H のね、H の真ん中のこいつが結構ちょっとこう、出てるんですよ。全体からするとポコポコって出てて、横から見たらわかるかな、ちょっとこう出ててね、これがすごい力強い印象をね生み出してますよね。これまでのバンドよりピッチがこのここピッチってここの細い一個一個のサイズね、これがそう細かくしてあるので腕なじみがいいんですよね。そうすればするほど大きければ大きいほどゴツゴツってするからね、あの R が作りにくくなるわけ。これ細かいからすごくこう R が作りやすいんで腕なじみがいいと。で、まあこれ今回手巻きや言いましたけども、手巻きはやっぱりリューズでこうぐりぐり巻かなあかんから、毎回毎回全枚巻くのに振っても巻き上げへんからね。なので巻きやすさに結構こだわったリューズがついてるんです。これしっかり掴めるようなイメージですね。薄型ケースにしっかりマッチしてると、サイズ感もバッチリですね。それから先ほど申し上げましたけど、見せるように綺麗にせなあかんいう話しましたけども、どういうとこかっていうと、この水星ね、水星のモチーフあるじゃないですか。これちょっと光反射させたらキラ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 するでしょ。これは切削渦目模様って言って、ちょっとこう渦をねぐりぐり巻いたような感じの表面仕上げしてるんですよ。だからあっちこっちで使ってますけどね、そういう仕上げをこうキラ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 輝くんですよね。これがすごいですね。これが手間なんですよ。まあ当然手間やろな、こんなんしよう思ったら。そこまでしてこう美しさを際立たせてるってことですね。ちなみに裏蓋から見えるシースルーのね部分、これ見てください。ここは渦巻きではなくて切削波目模様って言いますけども、こうストライプがこう入ってるように見えますよね。これもすごい綺麗なんですけどね、見てください。そこにまず人工ルビーのね赤がちょうど綺麗にね映えていいですよね。これもしっかりとこの裏蓋側模様をね表面加工で仕上げていると、美しいですよね。で、通常やったらね、そんなことせんでいいねんけど、もう一回この、ここの水星のモチーフ見てもらいたいんやけど、面取り加工までしてるんですよね。いちいち、このカットしたところもう一回面取りして見せてると。これがすごいな。どんだけ手間かけんねん、今話だね。オリエンドさんめちゃめちゃ手間かけはるから、ここすごい透け透けなってるの分かりますよね。ここまで加工にこだわってるんですね。フルスケルトンなんですけども、一応ね、文字盤っていうのも一応あるにはあるんです。サブダイヤルのところとか、このパワーリザーブの表示とかね、あとオリエントスターのこれねロゴもそうやけど、1枚のこの文字盤でインデックス、ローマインデックスとバーインデックスが一緒になってるけど、これ1枚の文字盤パーツがポコって入ってるんですよ。で、これは今度逆にね、よう見てもらったら分かるんだけど、オリエントスターのこのロゴのとこが一番分かりやすいかな、マット仕上げでグレーカラー。これ何かというと、結局そのムーブメントの渦巻きのキラキラを邪魔せんようにね、文字盤はマットグレーにって持ってきてると。細かいね、手込んでるよね、本当に。すごく詳細なところまで考えられてね、デザインされてるなって思いますね。で、このマットな文字盤とキラキラ光るムーブメントが重なり合うことで、奥行きがね、しっかりそれを際立たせてるってことですね。で、さっきそのフルスケルトンにしたら視認性が悪くなるいう話でしたけど、今回のオリエントスターコンテンポラリースケルトンでは、この針をですね、ハンドね、ハンドをブルーに、IP 加工でこれブルーにしてるんですけど、ブルーにすることで視認性を担保してると。綺麗なブルーですね。このブルー IP 加工ね。パワーリザーブの話しておきましょうか。この12-1にパワーリザーブ搭載されてるんですけれども、これ0から70まで書いてますよね。これ、先ほど申し上げた満タンで、フル充電で70時間動きますよっていうのが、この70ですね。ここまで張りてたら、70時間動くと。だから、まあ、金曜の夜帰ってきたら、まあ、ぜひ、フル巻き上げまでぐりぐり巻き上げといて、70まで行っとけば、月曜日の朝ちゃんと動いてますよっていうことになりますね。ガラスですね。風防ですけども、これサファイアガラスです。当然ね、高級時計なんで傷がつきにくい硬いサファイアガラスなんですけども、で両面ともにこれちょっと R かかってるんですよ。表面はこう R かかってるわけで、
で、裏面も同じように削るんですよね。オリエントで両球面って言い方するけど、両方とも同じ R で球面に加工しているので、横からの視線もすごく抜群に、この辺でも見えるもんね。こんだけ傾くでも見えるもんね。っていうガラスを採用しています。ちなみに、裏蓋のね、これもそのシースルーなんで、ガラスなんですけど、これもサファイアなんで、サファイアガラス。これはフラットですけどね。フラット。ここ球面にしたら腕当たって、ちょっと、ややこしいもんね。ここもサファイアガラス使ってるので、傷がめちゃめちゃつきにくいようになってます。もう一回つけておくとで、こんな感じですね。サイズは39mm。39mm のケースに、厚みが 10.8 と。この薄さやったらね、このワイシャツの袖にしっかり入るんでね。全然さ、スーツ着た時も全く問題なく気持ちよく着けれると思いますね。バンドもこのキラキラして美しいバンドです。ラグジュアリーですよね。コンテンポラリースケルトンどうですか？もっともっとね、しっかりじっくり見ていただきたいけども、美しいですね。自分で何時やろうって見ても、ちょっと、わぁ、なんて綺麗な時計なと思うけど、ちょっとね、ちらっとこの袖から見える、この時計を見た周りの方も、わぁ、すごい時計してはるなぁ、というふうに思うと思う。まあ、まさかね、ぶっちゃけこれ30万台とは思わへんと思うんですよ。パッと見た時に。やっぱそう、オリエントのすごいところね、こういうコスパの良さやと思う。ぜひぜひご検討ください。いかがだったでしょうか。新宇宙はねイメージして、まあ、今回デザインされてるフルスケルトンなんですけれども、本当に美しいね、これこそ職人技かという時計でございます。でもう一度おさらいしておきますけれども、発売は11月10日になります。お値段の方は税込みで34万1000円ですね。詳細見ていただいたら、まあそらこのくらいの値段するわなというところやと思うんですけれども、どちらかというとコスパいいですよ。リーズナブルなのかなというふうに感じてます。防水性能はね、5気圧防水なので、まあ日常生活防水レベルなので、まあ、まあそういう時計ちゃうからね、潜るぞとか泳ぐぞ言ったらちょっとあかんけど、雨に濡れたり手洗った時水かかるぐらいなら全然問題ないんで、安心して使っていただけると思います。ぜひご検討ください。こちらの時計に関する詳細はですね、概要欄にリンク貼っときますんで、そこからまた飛んで見ていただいたらと思います。着用してるところの写真とかもね、載せてますんで、参考になるかと思います。こちらの時計のご質問とか、それからまあ別にこれニールチャンネル全体になんかこう物申したりとかいうことがもしありましたら、コメント欄にお書き込みください。高評価ボタンとチャンネル登録もぜひお願いしたいと思っています。ではですね、今日の動画はね、ここまでになります。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。一応登録者数1万人、なんとか1万人にしようということで、今撮影編集チーム頑張ってるとこなんですけれども、今もうすぐ4000人かななるところですごい皆さんの登録者数ね、いただいてありがたいなと思ってます。ぜひぜひ有益な情報どんどん発信していきますんでね、登録してもらえたらなと思ってます。またお会いしましょう。さよなら。